皆様お待たたたせいししました、はい、えここからはゼロタッチキッティングについてお話しさせていただきますゼロトラストと呼ばれる概念が広がる中 IDP とデバイス管理は切っても切り,は切り離せない関係になりつつありますでは果たしてどこまでゼロタッチが対応できるのか実際のデバイスの画面をお見せしながら解説していきます それではこれよりテクニカルセッションアップルデバイスをゼロタッチキッティングしよう実践編と題しましてジャムフジャパンセールスエンジニアの酒井敦氏より講演させていただきますそれでは酒井さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします 皆様こんにちはこれからの約30分間は Apple デバイスをゼロタッチキッティングしよう実践編といたしまして JAMFJAPAN でセールスエンジニアとして弊社製品の導入をご検討いただいているお客様に対して技術的な側面でお手伝いを行っております堺井が担当いたします。この2,3年 この短いうちにですねコロナ禍の影響で大きく変化したデバイスの準備方法において MacOS にフォーカスを当てた JAMF だからこそできるキッティング方法をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。まず早速ではありますけどもキッティングの意味を確認しておきたいと思います。一般的には PC やスマートフォンなどの IT 機器を購入した際に ユーザーが業務に使用できる状態にまでする準備をすることでございます一言にしてしまうと簡単そうに聞こえますけどもキッティングの計画からユーザーにデバイスを配布するまでにあらゆる要素が含まれて時間や労力が費やされます本日のアジェンダではこれまでのキッティングの流れ を改めて確認をし弊社 JAMF 製品の利用さらにアイデンティティプロバイダーを連携することで実現する真のゼロタッチキッティングについてお話をいたします次にゼロタッチキッティングを行っている実際のデモ動画を見ていただいて本セッションのメインとなるゼロタッチキッティングに関わるプラットフォームのご紹介や具体的な機能を ビジュアルを含めてご紹介させていただきます。本セッションの中身に入る前に、最近の攻撃ベクトルとして二つほど数字をですねご紹介をさせていただきます。キッティングの話なのになぜと思ってしまいそうですけれども、組織のデータやインターネットにアクセスできるデバイスは大きなセキュリティリスクを抱えていることは。 昨今のニュースからも明らかです少しでもセキュリティリスクを低くする術をキッティングの作業に含む必要があると考えておりますまず左側の82%という数字についてです82%のサイバー攻撃の起因は人的要素を含んでいたというレポートがございますセキュリティに関するツールやシステムは年々年々 より堅牢にはなってきているんですけれどもユーザーをターゲットとしてフィッシングメールのリンクをクリックさせたり無意識のうちにマルウェアのインストールをさせたりとシステムの脆弱性を狙うより人ユーザーが狙われています失礼いたしました。ししま次に40%のサイバー攻撃は信頼できるユーザーによる 未許可ののシスステムへのアクセスであるといいう調べがございます昨今は s a サ s アプリケーションを利用する企業が増えユーザーがどの部署や職種に所属しているかによってどの機能を利用できるようにするかなど細かい制御を可能にしておりますしかしながら会社に所属するユーザーであっても意図せず業務と関係ないシステムへのアクセス権もを付与されていたことで踏み台にされ サイバーー攻撃につながったといいうニュースもございますこの2つの数字からキッティング計画の際管理者はユーザーに必要な業務アプリやセキュリティーツールの選定またユーザーの属性を考慮した権限付与が必要と言えます次のスライドからはキッティングの中身について確認をしてまいります スクリーンにはこれまで新しいデバイスを調達してからユーザーに展開するための大まかな流れを表しております。キッティングの専門を、失礼いたしました、キッティングの操作をですね、キッティングの専門に行う業者があり、そちらに依頼する組織も多いかと思いますけども、まずデバイスを調達をして、複雑なイメージの準備とプリロードに時間を費やす必要があります。 これらのイメージはユーザーがデバイスを必要とする前に OS やアプリケーションバージョンが古くなることがよくありましたそしてすぐにユーザーに届ける必要がなければ倉庫などに保管をしてデバイスがユーザーに配布されます次のスライドではキッティング時考慮すべる 考慮す,べ,く考慮するべき事項を並べてみました多くの要素があることがわかります組織によってはこれだけじゃないとおっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけどもこれらは最低限の考慮しなければいけない事項かと思いますまた少し前にお話をしましたがコロナ禍の影響によりリモートで仕事をするために会社内のネットワークからのアクセスのみだけではなくて通常の インターネット回線や VPN 経由で組織のデータにアクセスさせる機会が増えております。よって確率的ではなくてユーザー情報、例えば所属や仕事内容に沿ったキッティングが必要かといえます。次のスライドではいくつかキッティングで考慮すべき要素をピックアップしてお話をしたいと思います。業務アプリケーションについてですけども 社内全体で導入しているアプリではどのプラットフォームで手に入れることができるかとか、えー、PKG ファイルですねパッケージでインストールする必要があるのかなど配布方法やライセンス付与方法を確認をしたり誰が利用するアプリなのかユーザーに対して過剰な権限が付与されないように権限、えー、と確認をする必要があります。 次にポリシーについてですけどもパスワード要件やストレージの暗号化を強,化す強制するセキュリティに関する制御や組織のビジネスに合わせたセキュリティを堅牢化するための CIS ベンチマークなどのコンプライアンスの導入を検討する必要があります次に他のシステムとの連携というのは例えば プリンターなどのドライバーを必要とする機器がある場合の準備やデバイスでディレクトリーサービスに参加する必要があればその方法を確認する必要があります最後にアイデンティティ管理については冒頭にお話をした通り40%のサイバー攻撃は組織内の信頼できるユーザーによる未許可のシステムへのアクセスであるということから ID 管理を徹底する方法を確認する必要があります。そして可能な場合は多要素認証を導入をしたり、マイクロソフトさんや Google さん、オクタなどさんを提供する条件付きアクセス機能を活用することによって ID とパスワードをしていればどんなデバイスからでも組織へのデータにアクセスできるわけではなくて ID とパスワードに加えて 組織で管理しているデバイスを利用していればアクセスさせるといったゼロトラストセキュリティモデルの導入の検討もキッティング時に必要かと考えております。ここまでキッティングをする際にいろいろと考慮すべき件をお伝えしましたけどもキッティングを行うのはデバイス1年につき1回だけということではありません。一例をスクリーンに投影しております。社社員の入社時 オフィスの開設時というのはあの想像のつきやすいキッティング作業が発生するタイミングではありますけども数年に一度のデバイスの買い替え時やデバイスが故障した時のタイミングでも新しい端末や代わりの端末をキッティングする必要がございますこのようにキッティングのタイミングのは台数に違いはありますが年中発生します これまでキッティング作業がいかに複雑で人や時間などのリソースを使ってしまうかご説明をさせていただきました次に弊社ジャムフのゼロタッチキッティングについてご紹介をいたします弊社のゼロタッチキッティングは箱を開けてすぐに安全にデバイスの使用をスタートできますよというところをセールスポイントにしております 弊社製品をご活用いただくことによって100%の自動化するセットアップと構成ですねあと並びにアイデンティティプロバイダーサービスと連携することによってユーザーに対してパーソナルな導入を可能にしていますゼロタッチキッティングの設定を行うための要のツールでもあり弊社の主力製品でもある JAMFPRO では アップル社の MDM フレームワークの管理システムと MacOS デバイス用の JAMF エージェントというシステムを提供しておりますアップル社が準備をしている MDM フレームワークで管理者はインベントリの収集設定アプリの管理データの消去セキュリティ対策といったことが行えて アップル製品を効率的に管理することが可能です。JAMF エージェントは弊社独自のフレームワークであり、より深いレベルのインベントリー収集や制御、パッケージ、DMG ファイルなどのインストールも可能にして、さらに、シェルスクリプトの実行など、高いレベルでの Mac の管理を可能にしております。また、画面のユーザー アカウントの管理ですね、下の真ん中のところですね。えー、では JAMF Pro をご利用いただくことによって、管理者権限を付与しなくても、ユーザーは MacOS デバイスを利用することが可能です。これらの点で、Mac の管理であれば JAMF 一択と評判をいただいております。次に、 ゼロタッチキッティングならびに普段の端末管理における弊社製品とアイデンティティプロバイダーサービスと連携した際に実現可能なことをですねご紹介いたします。ゼロトラストセキュリティの大元になる要素のうちの一つユーザーベースの管理をするためのソリューションであるアイデンティティプロバイダーですけども近年導入する企業が増えてまいりました。 失礼いたしましまディレクトリーサービスと連携することによってディレクトリー側の情報例えば名前やメールアドレス建物や部署の情報ですねこれらを JAMF プロのデバイス JAMF プロでデバイスを登録の時にデバイス情報にです、ね、自動的に紐付けることが可能ですまた JAMF コネクトとシングルサインオン連携を行うことによってユーザーは いつものユーザー名とパスワードでさまざまなソリューションに加えて Mac のローカルアカウントまでもログインができます JAMF のゼロタッチキッティングをするための要素を簡単にお話をさせていただきました次に実際にですね JAMF のゼロタッチキッティングを行っている様子をご覧いただきます電源を入れたところから始まります 始まりは通常の MacOS を初回に起動したときと同じです真ん中のクリックをして言語いや次の画面ではですね、地域設定が表示されるかと思います、はいえー、と地域の選択ですね日本というものを選んで次の画面では w i f i を選ぶところまで続くかと思います w i f i につなげることによって、えー、この MDM 配下例えば JAMFPRO で管理をされてますよということを Apple ビジネスマネージャー上で、えー、宣言をしようことで次のリモートマネージメントの表示画面になりますでこれ,これからですねいつもとは表示がされない画面が通過と思います、えー、今回 a n y o r g という会社に入社をしましたよという体で見ていただければと思うんですけどもえー 端末の利用規約であったり、会社の規約であったりというのがですね、表示をすることができます。で、こちら利用規約ポリシーですね。で、次の画面は弊社のアプリカタログの機能ですね、ジャムフセルサービスの使い方をユーザーに案内をしているところになります。 でここでさらに、えー、あらかじめ設定をしておいた構成プロファイルですね制御のためのファイルなどをダウンロードしたりまたあのこれからあのパッケージをインストールする画面にも続くんですけれどもそういったものをダウンロードしたりですね始まったりする画面になりますで通常ではここで、えーっと「スクリーンタイムどうしますか」とか「アップル ID どうしますか」とかっていう画面には続くんですけどもここもですね 設定にによって位置情報サービスを有効にするといでここで気づいていただきたいのはカスタムの壁紙になり真ん中で黒く,くなっているところは Azure AD のログイン画面になりましたこちらが JAMF コネクトでログインをしている最中ですねいつもの SSO のメールアドレスユーザーの ID を入力をしていつものパスワードを入力をします で次の画面になるのは、えー、多要素認証をオンにしていたことで、えー、例えばスマホにインストールをしているオーセンティケーターのアプリでコードを取得をし入力をするということがユーザーに対して実行することが可能ですでこの画面は「n オ o g にようこそということで、えー、準備を整える際お待ちいただけますかっていうような文言ですねこういったものを表示させたり 今インストールをしているソフトウェアですね最初プロテクトが出てトラストというアプリがインストールされて今はマイクロソフト社の Outlook ですねで Google 社の GoogleChrome ブラウザーをインストールをしている最中ですで次に Zoom がインストールされてでそのこれが終わると進捗バーも終わりになりましたので今度 このマックでアカウントを作成ということでローカルのアカウントをコネクトの機能として作成をしている画面となりますで画面が変わるとホームの画面に到達をして、えー、右上のこれはコネクトの機能ですね、えー、とセルフサービスというアプリカタログを起動している最中の動画ですでここで会社独自の、えー、アプリケーションなどをあの並べることができるんですけど今実行しているのはプリンターですねプリンターの ドライバーをインストールしましたよというデモとなります。で、ブックマークのなんかもここにあらかじめ置くということができます。デモ動画は以上です。えっと、普通に買っただけでは、ここからですね、ソフトウェアのインストールとか設定を行わなければいけませんが、この JAM 風のゼオタッチキッティングを導入することによって、 もあらかじめここの段階から業務に使えますよという段階にです、ね、持っていけることは可能ですえ次にですねテクニカルワークフローとして JAMF のゼロタッチキッチングを行うための機能も一つ一つ確認してまいりますえ一番左側の白いところは他社の要素となってえご利用の SSO サービスであったり Apple 社の Apple ビジネスマネージャーであったり Apple スクール マネージャーとなります。白い色以外のところは弊社製品にて設定を行ってまいります。まずアップルビジネスマネージャーです。アップルビジネスマネージャーとはアップル社が展開をしているサービスの一つで、iPhone や iPad、Apple TV、Mac o f f i などのデバイスの管理のためのウェブベースのポータルです。 教育関連のお客様であれば AppleSchoolManager というサービス名で展開をしております組織のデバイスをどこの MDM サービスで管理をするか設定しておくことで購入したばかりの未開封のデバイスであってもゼロタッチキッティングを可能にしたり端末上で AppleID を入力することなくアプリケーションブック ソフトウェアを配布するといった作業を可能にしておりますこちらは Apple Business Manager の管理画面のスクリーンショットです企業でデバイス管理をする場合いいこと尽くしですのでポータルの解説をですね強く推奨しておりますすでに稼働している端末であって、えー、失礼いたしましたすでに稼働している端末がある場合ですねその端末が Apple Business Manager に紐付いていない場合 モント e y 以上で M1、T2 搭載の Mac であれば Apple Configurator というアプリケーションがあるんですけどそれを使って Apple Business Manager で、えー、追加をして管理が可能となります、えー、この画面はアプリやブックを購入する画面で ABM 上で購入手続きを取ることによって Pro の管理で失礼いたししま JAMF Pro で管理をする端末に配布ができて 先ほどお伝えしてましたように、ユーザー側で AppleID とパスワードを入力することなく自動的にインストールが可能です。こちらは JAMF Pro の管理画面です。ここで Apple ビジネスマネージャーとリンクをさせたりです、ね、端末管理やアプリをするための設定を事前にここで設定を行います。次に JAMF Pro の機能、PlayStage ンロールメントでは、 Business m マネージャーにひも付いた新規で購入したデバイスや初期化したデバイスをどのようにキッティングをして JAM プロの管理下に置くかというテンプレートを作ることができます管理をしない MacOS 端末を購入した場合 Siri をどうしますかとか AppleID 何ですかっていう設定のアシスタントですねがいくつか続きますけどもこの PlayStage エンロールメントを使うことによって キッティング時の必要のない画面をスキップできて時間短縮が可能ですまた先ほどデモでお見せしたようなアウトルックや Google Chrome といったアプリケーションをキッティング時にインストールすることも可能ですこちらはプレステージエンロールメントのテンプレートを作成をする画面ですこのテンプレートはいくつも作れるのでどのデバイスにどのテンプレートを適用するか個別に設定が可能です この画面の右側ですね、設定アシスタントオプションというのは右側のほうに見えておりますけれども、先ほどお伝えをしました通り、キッティングにスキップする画面ですね、設定をすることが可能です。この画面での登録パッケージの構成というものは、Google、Chrome や Zoom といったパッケージファイルを選んでおくことで、ユーザーが操作することなく、キッティング時に自動的にインストールされます。 またこの画面に真ん中のあたりに見える構成プロファイルや証明書というのがあるんですけどもこれも合わせて配布することが可能です次に登録カスタマイゼーション機能はプレイステージエンロルメント機能を介してデバイスを JAMPRO に登録する際の環境をさらにカスタマイズができます例えばデモ動画で見ていただいたようなユーザーがセットアップアシスタントを進めるときにですね会社規約を表示したり セルフサービスの使い方を表示することが可能ですこの画面で企業のアイコンを挿入をしたりボタンやテキストの色が設定ができて画面右側ではです、ね、実際に MaciPhoneiPad ですねどのように見えるかっていうのを確認することができますこの画面は実際にそのユーザーに呼んでもらいたいっていう文章をマークダウン記述方式で,です、ね、入力をしている画面と なります次に JAMF コネクトのログイン機能ですねこちらはキッティングの最中にローカルアカウントを作成をさせてでシングルサインオンユーザーのユーザー名とパスワードで Mac にログインすること Mac にですねログインできるようにすることが可能ですデモ画面でお見せしたようにシングルサインオンサービス側で多要素認証を有効にした場合ですね、えっと セキュリティポリシーをまた高めたりとかもっとですね再起動やユーザーの操作なしにディスクの暗号化を有効にしてご利用開始時からですねセキュリティレベルを引き上げることが可能ですこちらの画面ではクラウドアイデンティティプロバイダーや SSO サービスを設定をいたしますこちでこの画面はですね JAM コネクトを利用するための設定内容を記述をした 構成プロファイルをををを準備ししてておおく画面を表示をしております次にデモ画面で見ていただきましたけれどもこの通知機能を利用することによりキッチン中に何が起きるのか例えばインストールされているアプリケーション名や進捗情報を表示することができますのでユーザーに対して現実的な期待値を設定することによってユーザー体験の向上に役立ちますでこちらがポリシーですね作成する画面です JAMF 独自のフレームワーク JAMF エージェントの機能の一つで多くのことが実現ができますが例えばインストールしたアプリケーションのパッケージを準備をしたりスクリプトを実行するためのタイミングなどを決めることができます次にキッティングが終わってホーム画面の右上に常駐をする JAMF コネクトのメニューバー機能においては Mac のローカルアカウントのパスワードと SSO 側のパスワードが同期されてていることをです、ね、常に見張っておりますもしユーザーが MacOS の設定画面でパスワードを一方的に変更した場合 IDP 側のパスワードと異なるためにこのメニューバーがユーザーに対してパスワードを元に戻すように警告をいたします。 また、ケルベロス統合の機能によってですね、アクティブディレクトリーで管理されているユーザーアカウントの情報を自動的に取得をして、ファイル共有サーバーなどのマウントに簡単にできるようになっております。ここでは JAMF コネクトのメニューバーを設定するための構成プロファイルを作成する設定画面が表示されています。この設定値であのプルダウンの機能名やユーザーに分かりやすく 表示をするといったものをですね書き込むことが可能です次にジャムセルフサービスですね管理者が承認をしたアプリなどを並べることができる組織独自のアプリストアのようなものです管理者はアプリのみならずプリンターのドライバー VPN の構成スクリプトも配置ができますのでユーザー自身で必要なときにインストールなどが可能です また、組織かららののお知知せ事やアップデートの通知もこここでで行うことが可能です。セルフサービスはスクリーンのようにですね、企業のアイコンを設定をすることも可能です。これまでご説明をさせていただいたこの機能でですね、カスタマイズした情報をゼロタッチキッティングの際に表現をしてユーザーへの印象に働きかけることで優れたユーザー体験の実現が可能です。 このセッションの終わりに近づいてきましたが、改めて JAMF の真のゼロタッチキッティングに必要なものを復習いたします。Apple Business Manager でですね、組織で管理をするデバイスを登録をして、JAMF Pro でプレステージエンロルメントの設定を準備をして、JAMF Connect でですね、SSO サービスと連携をしておくことで可能になってまいります。最後に、 これまでのキッティングや時間や人のリソースを浪費するばかりの作業でしたけれども JAMF でゼロタッチキッティングを行うことでのメリットをまとめたいと思います左からですね効率の向上ということでデバイスをセットアップですねこの辺りを一遍にできるので効率化が図れますよとで2つ目に構成エラーのリスクがこう軽減をされますので一貫性が向上したりですとか IDP デバイスをリモートで管理ができますのでセキュリティの強化もできますしユーザーがデバイスを起動してキッティングが完了するまでの時間を短縮できますのでユーザー体験の向上もできます最後にスケーラビリティの向上として多くのデバイスをですね簡単に管理ができるので新しいデバイスの展開に必要な時間登録が削減をできますよということでまとめさせていただきます JAMF でのゼロタッチキッティングですね、魅力に感じていただきましたでしょうか。こちらの QR コードは、今回のセッションの元ネタとなる JAMF Pro、JAMF Connect、ABM を使ったゼロタッチキッティングについて書かれた弊社のブログへのリンクです。弊社のブログでは、デバイス管理やセキュリティに関する情報など、常に最新情報が掲載されていますので、ご覧いただけますと幸いです。本日の私からのセッションは以上です。 この後私はネットワーキングスペースのセクションにおりますので本日のセッション内容におきまして質問がございましたらぜひお越しくださいご清聴どうもありがとうございました酒井さんありがとうございましたはいありがとうございました皆様、ま JAMF Pro と IDP を統合するメリットやユーザー体験がどのようになるのかお分かりいただけましたでしょうかはい、はい すごく、はい、分かりやすいデモでしたね、はい、こうやってデモを見るというのは本当にいつもいい機会だなと思います、はいはいえー、ともっとです、ね、詳しく知りたい実際にです、ね、触ってみたいという、はい、方がです、ね、いらっしゃればぜひネットワーキングスペースのです、ね、展示コーナーやハンズオンコーナーにお越しください、はい、JAM 社員が説明,説明いたしますのでお気軽にお声がけくださいまたネットワーキングスペースではミニステージ展示のほかにお飲み物もご用意しております ぜひお立ち寄りください当会場では16時より株式会社モビリティテクノロジーズ IT 戦略部部長稲葉義則様をお招きし事業の成長とともに走るコーポレート IT の取り組みタクシーアプリ GO を展開するモビリティテクノロジーズの事例をお届けします。開始まで今しばらくくお待ちください